どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今ですね、自由が丘にやってきまして、今日紹介するお店焼肉屋なんですけども、このチャンネルで約4年半前に紹介した富士山の溶岩石を使った焼肉ゼニバというお店、そこで働かれていた女性のね、マリコさんという方、動画にも出てくれたんですけど、その方が独立をされてこの自由が丘に満を持して自分の焼肉屋さんのお店をオープンしたということで、インスタグラムで見たら古民家をリノベしてスケルトンからお店を作ったのかな、それぐらい気持ちのこもった焼肉屋さんをねオープンさせたということなので、これはねちょっと食べに行きたいなということで、で駅から歩いてね10分ぐらいかな、この住宅地の中入っていきまして、ちょっと見えます、胡蝶蘭が飾られているのが、その焼肉屋さんがこちらでございます。もうまさに戸建ての住宅をリノベして焼肉屋にしてしまったといった佇まいでございまして、でお店の名前がですね、正真正銘さん焼肉創作ビストロということで、焼肉屋さんって言われないと分かんない、まあ看板があるからあれなんだけど、なんだろう、こっちの隠れ家的な、知る人ぞ知るみたいな。まあ、このチャンネルでいろんな焼肉屋さん過去たくさん紹介してきましたけど、こういった感じの焼肉屋さんはチャンネルでは初めて、人生でも初めてかもしれない。でここ表札の場所が店名になってるというね、店内入ってきたんですけど、もうほんとまんま戸建て住宅を焼肉屋にしたっていう感じで、ちなみに天井を見てみると、上がねこういった形です。なんかもう完全にこう家の屋根ですねそれがもうあのむき出しになってるっていう感じですかね。で今日ちょっと連れが一人いまして、この前ね、あのカニを剥くのがうまかったやつです。今日カニないからね、あ、今日焼肉だからもう楽しみにしてきました、カニはないからね。でさっき店員さんに聞きましたら、前の焼肉ゼニバさんの時、富士山の溶岩石を使った焼肉だったんですけど、その溶岩石ここでも使ってるみたいです。アラカルトのメニューのラインナップはこんな感じですね。まあ、ネットで食べログとかでもあのメニュー載ってるんですけど、でこの一軒家で焼肉屋を営むなのに保健所の許可を取ってユッケ出してます。これはね本当お店の人のなんていうのかな、こだわりというか。でここに溶岩焼肉の一応の説明が、富士山周辺の天然の溶岩プレートでお肉をみずみずしくふっくら焼き上げることができますと。煙もほとんど上がらないので雑味もつかず大変美味しく召し上がりいただけますと。でドリンクメニューは、こういった感じですね。生ビールはプレモルでございます。であとね、ここの地名のついた自由が丘という芋焼酎があるんですよ。俺これ初めて見たな。じゃあ、今日は自由が丘で乾杯。乾杯です。いただきます。この場所で飲むビールうまいね。最高です。完全にだってもうこれ一軒家だもんでお通しがね、オリーブっていうのがなんだろう、なんか自由が丘だなっていう焼肉屋のお通しでオリーブ、俺人生初めてだよ。なかなかないぞ。うんうん、トマトの感じが優しいね。もう一回言うよ、自由が丘だねとりあえずおしゃれなものが出たら全部自由が丘だねって言うかもしれない今日生キムチでございます。マリコさん映してもいいですか。あ、いいんですか。いいですか。どうもご無沙汰です。どうもお久しぶりです。あの皆さん覚えてますかね、ここのお店あれですもんね、マリコさんが一応代表なんですよね、はい、そうです。念願のもう自分の店がやっと持てたっていうことですよね。YouTube とか TikTok とかって、はいはい、来てないんですか。まだいらっしゃってないです。僕が一発目ですか。一番です。おっと、正真正銘ワッキーさんが一番です。これ荷が重すぎるぞ俺のチャンネルでいいのかってなっちゃうよこれ。これキムチですか。はい、キムチです。なんでこんなおしゃれな、普通のキムチじゃ
面白くないので、はい、ちょっとこう自由が丘のようにおしゃれなスタイルにしてみました。アボカドにおかひじき、白菜、あとこうさつまいも。さつまいも、そうなんですよ。でこう唐辛子がハリッサっていって北アフリカの唐辛子を使っていて、はい、結構辛めのキムチなの、あの唐辛子なんですけど、はい、白菜だけだと結構辛いので、アボカドとかさつまいも、あと甘みがあるお野菜と一緒に食べて、一緒に食べて、あー、なるほどですね。おー、自家製のハリッサ、ハリッサっていう香辛料がすげえ攻撃的な辛さが襲ってくるんだけど、このアボカドと一緒に食べるとこの辛さが和らぐで、キムチの中にこうさつまいもが入ってるっていうね。うん、あ、ハリッサの辛みくるんだけど、やっぱりさつまいもが甘いから新しいキムチだね、これ。これですか、はい、お店自慢のユッケが。お店自慢のこの白いのは何ですか、これ。チーズですね。あ、チーズですか。茨城の日立おくくじ卵という、ああ、ありますね、おくくじ卵。はい、お肉はですね、兵庫県の太田牛、はい、冬は友三角。田島太田牛ですか。田島太田牛です。田島太田牛、なかなか手に入らないもんね。え、この下にはラタトゥユ。はい、自家製のラタトゥユが入っているので、一番下にリゾットが。ケーキみたいですね。そうですね。なんか何層にも分かれてて、自由が丘だね。で、ユッケはね、鶏皿と一応新しい箸も来てますので、これで混ぜたいと思います。最初はこのお肉だけで楽しむということなので、これで、うわー、贅沢だな。神戸の太田牛ですよ。超贅沢ユッケだよこれ。甘いねー、お肉が。おー、ラタトゥユにリゾット混ぜたらユッケなんて俺人生初めてで食べるぜこれ。新しいユッケですね。あ、これが自由が丘の芋焼酎。はい、芋焼酎です。麦もあるんですけど、初めて見たの。芋の焼酎を作る。なんかちょっと恵比寿さんみたいのが映ってますけどね。映ってますね。じゃあ2杯目、乾杯。乾杯です。イエス。味の感想なんですけど飲みやすいね。あとね、芋のね、味わい結構強い。うん、いいね、俺これ好きだな。自由が丘っていう芋焼酎なのに、なんか鹿児島っぽいね。あ、熊本だ。作ってるところは熊本。こちら自家製のだし醤油ですね。だし醤油、はい、カツオなどからブレンドした自家製のだし醤油。ちょっと和風だしとかですか。そうです、和風に近い。真ん中わさびとお塩にも今回こだわっていて、チョルラナムっていう。チョルラナムそうです、という塩。そうです、チョルラナムと韓国の塩。韓国の塩、塩の粒がとっても大きくて、はい、なんかこう塩の専門のお店でいろいろ試して選んだお塩で、はい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 、で右がタレですかね。そうです、これも自家製の焼肉の、焼肉のタレ。さあ、溶岩プレート、もう熱いので触らないように気をつけて、はい、富士山の周辺で採れた天然の溶岩プレート、はい、で今温度が230度から240度が一番ベストな温度なんですけど、はい、もう温めてある状態なので、今度は弱火のままで温度保ってくれるので、はい、このまま。これさ、自由が丘の場所で自由が丘の芋焼酎を飲みながら富士山周辺で採れた溶岩石で焼肉を食べるという。で、さっき注文したのがプレミアムな牛タンだから、なんて贅沢な。こちらがですね、来ました、黒タンの極上新タンですね。うわ、根元の部分だけをこう厚切りに、もう一頭からほんとちょっとしか取れない、ちょっとしか取れないですね。そうそうね、お皿もちょっといいですね。そうなんですよ、多分これもいろいろ選ばれたんですかね。これも自由が丘のすっごい素敵なお皿屋さんで、そこでみんなで選んで、ありがとうございます。はい、おお、溶岩石で焼く焼肉、いやいいね。で、この溶岩石で焼く焼肉の注意点は、ちょっとね、油が跳ねやすかったりする時があるので、
そんな感じでね、ちょっと跳ねちゃうんでね。ちょっと厚切りのタンはね、しっかりやったいんで、時間かかるんで、なかなかにもう2切れ置いときます。で、こっちも出来上がってますんで、レモンでいきたいと思います。おお。人をダメにする牛タンだね。いや、来てよかったし、あと以前ね、ワッキー TV で撮影させてもらったお店のさ、働いた方が独立してさ、こうやって年月を経て、またね、こうやってお会いしてさ、なんかちょっと感慨深いよな。どう？めちゃめちゃうまいです。何ですかこれ。普段行ってる焼肉屋の牛タンではない。全然違います。これを自由が丘の住宅地の隠れ家的な焼肉屋で味わえるっていうね。いや、もう最上級牛タンですよ。もうめちゃめちゃジューシーで、すげえ美味しいです。塩をつけて、塩がめちゃめちゃうまい。余計甘みが引き立つね、旨味とね。牛トロ来ました。炙り焼きです。前足の煮すじ、こちらがですね、自家製のだし、梅が少し入っていて、もうくぐらせてさっぱりと楽しみだ。こちらおくくじらんと自家製の焼肉の、この牛トロ炙り焼きは日によってじゃ あの部位が変わるってことですね。そうです、部位が。今日はミスジだけど、これはもうお店の方が手すきであれば言えば焼いてくれたりも。あ、はい。そして大ライスが来まして、ちょっと待ってください、これ茶碗じゃないですね、これうどんとか食べる丼で来てますね。これでね、こう合わせて食べる、もう最高でしょう。でこの後にハラミも頼んでます。でただのハラミじゃなくて、なんと和牛のハラミです。お味噌汁が真ん中に1本の筋が、はい、はい、これぐらいで、もう結構本当サッとやるぐらいですね。サッと。でこちらのお出汁、自家製の梅出汁ですね。はい、こっちは焼きすきのね、卵黄だれのちょっと、あ、もうそれがいいです、それがいい、うん、はい、完璧です。これ BGM がこの昭和ソングだからね。あー、もうパッと見えた。あ、これです。うわー、タレを絡めて、卵黄を絡めて、オンザライスして、うーわ、贅沢だよこれ。どうすかで、自分はこの自家製の梅だしにくぐらせたやつでオンザライスと。これはね、他の店で本当ないと思うんで、ちょっと新しい焼きすきの世界が楽しめるんじゃないかなと。うん、おお、うん、梅の出汁いい。これはご飯2ブロックで、うんうん、あと何がね、ご飯美味しいね。ご飯めっちゃ美味しいね、はい、ちょっと待った、このハラミ刺しがすごいな。結構きめ細かいですね、刺しが、はい、うわ、和牛のハラミは違うな。で、あとこれお皿もまた独特ですね。これも自由が丘で、これも自由が丘で、あれですか、さっきのお皿とまた少し、そうですね、演出がね、あっていいですよね。ありがとうございます、うん、で、このハラミをさ、うん、溶岩石で焼くっていうねで、ここからこの和牛のハラミを使って正真正銘さんの自家製の2種類のタレをオンザライスで堪能するというね。まず和牛ハラミ1枚目は自家製の焼肉のタレをしっかりこれくぐらせて、そしてオンザライス。完全に部活飯だねこの米の量はね。ハラミの脂がめちゃめちゃ甘いね。で、タレはね、結構甘みが強い。で、次は和風だしの方ですね。カツオのだしが入ってるってことなんで、おお、カツオだしもいける。うん、
うわー、味が全然違うわ。この焼肉のタレをご飯にこう垂らして、ここ隠れ家的な焼肉屋でしょ、はい、今俺がやってるのこれ部活帰りの野郎の食い方なんですほら、タレ飯全然いいよ。うん、最後はこのわさびでちょっとこれで、おー、わさびめちゃめちゃ合う。もう本当にこの和牛ハラミ自体がこんだけクオリティ高いから何でも合うんだけど中肉と牛の外もも、はい、の部分は使います、はい、もちろんレアで食べれるので、はい、焼きすぎ注意で硬くなりやすい部位なので、お口にはもうレアです。片面これぐらいで、すいません、和牛ロースをこの韓国の塩でこだわりの、うわ、これ塩すごい美味しい。ガリガリの歯ごたえとさ、あと赤身のお肉の旨味すげえ際立つわ。うん、初めて食べたけど韓国の塩すごいいいです。うん、生パスタの冷製混ぜ麺でございます。焼肉屋でいうところ冷麺、そうですね、扱いますね。はい、生パスタの上に自家製のラタトゥーユと、ちょっとさっぱり大葉とみょうが、はい、と今日はきゅうりのソースが飲んでますので、もうよく混ぜて、なんか麺がちょっと平打ちっぽいですね、これ。そうです、平打ちの生パスタ使ってます。いや、さすがあのビストロを歌ってますんでね、いろんな焼肉さんがあるような締めメニューではないなと。でこれ冷製なんですけど、夏だけかなと思ったら数年一応予定ではやるみたいですね。箸で食べるパスタみたいな、うんうん、すごい歯ごたえだね。ナスも入ってて、うん、あとはオクラですかね。うんうん、でこのキュウリのソースが、これちょっとまたあえてカッペリーの味わいだけど麺がちょっとビットチネみたいなすごいさっぱり食べられる。うん、うん、これまたキュウリのソース加えてまたさっぱりするね、これ余計さっぱりだわ。で最後は自家製のレアチーズケーキで締めたいと思います。普段スイーツはほんと食べないんですけど、やっぱ自家製なんでね。下があれか、これクッキーの生地になってるのか。うお、めちゃめちゃ爽やか。ということで、ちょっとね、連れがね、あの終電があって先に帰っちゃいまして自由が丘で古民家をリノベして隠れ家的なビストロ焼肉のお店、オープンしたばかりということで、この正真正銘さん、自由が丘駅から歩いて10分かからないところの住宅地の中にありますんで、もう穴場感満載で知る人ぞ知るといった感じの焼肉屋なんで、コースもあったんだけどコースが6000円ちょっとあったかな、まあ、詳しくはあのインスタグラムお店やってますんで、そちらの方チェックしてみてください。それではまたね。